はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、皆さんにちょっとお知らせがあるんですよ。単刀直入に言うと、僕カズマックス、テレビに出ます。はい初めてですね、びっくりしました。お話が来た時、山梨だけなんですけどね、全国放送ではなくてローカルの YBS っていう、放送局4ちゃんなんですけれども、来週4月の、30日、ゴールデンの番組で7時から、YouTuber 特集みたいな、県内の YouTuber を紹介するみたいな番組があって、その中で、カズマックスがね、結構なんか紹介されるようで、今まで実はね、ここに撮影に来てもらってたんですよ。カメラとかね、アナウンサーさんとかもいらっしゃっていて、ここでコーヒーを入れて、県内の、カズマックスがこう頑張ってますよみたいな。ちょっとね、なんか、物々しかったけどね、今までずっと一人で、こうやってカメラね、自分で置いて、寂しい中で撮ってたから、すごい突然ごついカメラを持ってきて、マイクとかね、ピンマイクつけたりとかしながら、こんな感じです、みたいな、部屋がどうで、みたいなことをね、結構ラフに喋りながら、あと YouTube のこととか、質問とか受けながら、結構和やかな時間を過ごしたかなと思います。編集されてどんな感じになるかちょっとわからないけれども、本当になんかね、いい感じのなんか撮影ができたんじゃないかなと思いますし、今まで山梨県内でこう YouTuber ってそんなにクローズアップというか取り上げられること、なかったと思うんですよね、多分ね。何人かはいらっしゃいますけれども、で僕も山梨出身ということで、就職で京都には行ってたんですけれども、こうやって山梨にね、帰ってきた中で、こう山梨でこれからずっと活動していくっていう状態でね、正直山梨の人にこう顔を売りたいというか、カズマックスいるよみたいなね、ことも言っておきたかったところもあったんで、ちょうどね、ありがたいお話をいただいたんで、今回ね、出ました。正直楽しみです。いつも自分でこう編集したね、自分の動画しか見てないし、たまにコラボ動画とかもあるけど、テレビってなると全然多分世界も違うから、どんな感じになるんだろうなっていうのがね、すごい本当楽しみです。本当全国放送ではないのはね、ちょっと YouTube を、ね、見てらっしゃる視聴者さん的にはちょっと申し訳ないところではあるんですけれども、もしね、県内の方いらっしゃいましたら、30日の夜7時ですね、ぜひぜひご覧になってください。はい、というわけで、簡単な告知でございました。今日のカズマックスのコーヒーワールド、ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。カズマックスは YouTube に載せるぐらいそのコメントを言いながらの方がいい。カズマックスは大丈夫ですよ。なしに、本当にコーヒー入れてればいいですか。はい、入れていただければ。わかりました、番組内で動画とかって使うんですか。あ、わかりました、大丈夫ですか。よし、じゃあ置いとってきますね。めっちゃいい香り。めっちゃいい香り。美しいですね。そう。美味さが。で、音がすべていいから話しかけられなかったです。カリ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 とか、ね、カッカッってやる音とかがおしゃれで、それ自体が、これはコーヒー全部出来上がってから話しかけることになっちゃいそうなんですけど。そうしましょう。いいですか。はい。見とれますね、この。流れ、一連の流れがかっこよくて、この嗅ぐ感じとかがすごいと思って、音がやっぱ音に癒されるってありますよね。かっこいい。カズマックスさんがコーヒーを愛する理由と、このコーヒーを朝晩毎日入れてる理由もちょっとだけ分かった気がします。お湯来ました。
終わってからにしましょうか。ありがとうございます。もう撮ってる時にね、これが流れるとね、あっ、やっぱそうなんですね。お湯冷めるやんけ。パッて入れたいんですけど大丈夫ですか？あ、なるほど、わかりました。こうしたいんですか？そうですね、大丈夫です。パッて入れたらいい。あ、はい、はい、大丈夫です。はい、しました。コーヒーが入れられるまで。なかなか人に見られながら入れるのって ないからちょっと緊張しました。でも波佐木さん、コーヒー入れるときにとっても幸せそうな顔してますよね。あ、本当ですか？いや、楽しいですね。あの、うん、毎回毎回、うん、すごく幸せそうな笑顔なんで、入れてる波佐木さんを見て私も幸せな気持ちになりました。いや、もう YouTube はそういう自分の個人の楽しいっていうところも全開に出すところなんで、もういいやと思って全開出してます。いやー、やっぱりコーヒーを入れるだけで幸せになるんですか？はい、楽しい、もう本当に幸せです。え、毎回コーヒー入れるときこんな笑顔で入れてるんですか？そうですね、割と普段から。YouTube で、あの、普段はこう話しながらやるじゃないですか？あ、そうですね。話しながらコーヒーも入れるって大変じゃないんですか？いろいろ難しいことを言おうとするとやっぱり深い世界なんで混乱もするんですけど、やっぱり YouTube って楽しいっていうところをこう視聴者に見てもらって、あ、楽しそう、やってみたいってこう思ってほしいところなんで、そんなに深く考えず、もう自分がコーヒーを楽しむってことをまず第一に置いて、でその範囲で話せることを喋ってます。じゃあ、その楽しいっていう波佐木さんの思いが視聴者さんもきっとあれですよね、それを受け取って。あ、そうですね、こんなに波佐木さん楽しそうに入れてるんだみたいな、はい、それにこう引きつけられる部分もきっとありますよね。コメントとか濃い視聴者さんとか、あの、結構波佐木さんこんなにあのコーヒーを楽しそうに美味しそうに飲む人初めて見たって結構いただくので、それで好きになってくれる方も多いですね。だってもう笑顔が本当にこうもう至福のひとときっていう笑顔でしたもんね。本当に。ああ、そうなんですね。あと私、音がすごくいいなって思ったんですけど。あ、そうですよね、うんうんうん、あまりコーヒーに詳しくなくて、うんうん、このなんか音に癒されてるっていう部分もあるんですか？うん、ありますね、かなりありますね。ポタ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 落ちる音とか、豆をこうザッと移す音とか、測る音とか、あと、あれですよね、こんだけコーヒー好きでも、はい、毎回動画を上げて、うん、撮って、上げて、編集してって大変じゃないですか？まあ、大変なところもあるんですけど、やっぱり一番自分の好きなものを扱っているので、それをたくさんの人に見てもらえるので、やりがいありますし、楽しいですね。ああ、そうなんですね。コーヒーの専門チャンネルじゃないですか、うんうんうん、コーヒーだけじゃないですか？そうですね、本当になかなかない。そうですよね、はい、いろんなことをやるってなったらネタもいくらでも出てくるかもしれないですけど、はい、コーヒーだけでこうネタを見つけていくって大変じゃないんですか？ネタに関しては、周りの YouTuber にも僕羨ましいって言われるんですけど、本当に僕がコーヒー大好きなので、人生通してやっていきたい趣味なので、あの、自分が本当に好きなもの、今一番興味があるものをそのまま動画にするだけなので、ネタに困ったこと僕ないんですよ。そうなんですか？だってもう何年もやられてますよね。そうですね、本格的にやり始めてから6年7年くらいやってるんですけど、
ネタ切れはないですね。6年ネタに困ったことないんですか、はい、他の YouTuber にも羨ましいって言われます。私テテテ TV で動画部というコーナーがありまして、はい、4月から動画を撮り始めているんですけど、うん、あ、そうなんですね。そうなんです。30秒、40秒ぐらいの動画を毎週上げていくんですけど、うん、もうすでにネタに困ってて、どうしたらいいですか。6年ネタに困らないなんて、ね、羨ましすぎて、もう本当に私毎晩その動画のネタに困って寝られないんですよ。本当にそれが今一番の悩みで。すごいですね。いいでしょ。羨ましいです。いいでしょ。いや、すごい。その秘訣っていうのはやっぱり好きになるっていうことなんですか。そうですね。一番自分の好きなことを発信するっていうのが楽しいですね。じゃあ6年間この YouTube 撮影を苦に思ったことってないんですか。まあ、正直ちょっと兼業してた時もあったんで、長かったんで、その時に、まあ、体力的な面で辛いなとか、金銭的な面でも、最初はそんなに入ってきたわけでもないので、まあ、なかなか成り立つもんでもなかったんですけど、それでも一番自分の好きっていう、 こう気持ちが芯に入っているので、そんなにお金とかシビアに考えることはあんまりなかったですね。体力的も。じゃあこのコーヒーへの愛がカズマックスさんのこう全てを作ってるんですね。そうですね、本当に。私も頑張って動画を愛せるように。あ、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。コーヒーも入れていただいて、あ、はい、ありがとうございます。あ、じゃあちょっとカップ持ってきます。あ、ありがとうございます。これ私いただいて、なんかいいですか。なんかすごいマスクなんかめっちゃ汗かいてて。今日暑いですよね。今日暑いです。ちょっといいですか。東京夏日とか言ってたけど。ごめんなさい、マイクするカチカチ当たっちゃってすいません。はい、はい、これあれですね、基本的には、はい、すいません、すいません、中継の時みたいにこう、はい、一口飲んでマスクあげるみたいな感じで。あ、そうだね、その距離であれば口の方が無駄じゃない。そうですよね、わかりました。大変ですよね、今ね、そういうのね。本当ですよね。いいじゃないですか。離れて、うん、じゃあ、大丈夫ですか。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。いい香りします。いただきます。おいしい。おいしいです。ありがとうございます。よかったです。大丈夫ですか。ブラックいけます。ブラックいけます。いや、おいしい。ありがとうございます。この豆もね、自分で作ったんですよ。自分で作った、はい、京都のお店とちょっとコラボレーションして。なんかあれですね、あんまり普段はブラック飲まないんですけど、うん、そんな私でもこう、なんていうんですかね、スーッと入っていくというか。 ありがとうございます。とってもおいしいです。ありがとうございます。いや、そして香りもいいですね。この口の中に一口飲んで、このコーヒーのいい香りが残るのは何でですか。この豆がもともと僕の動画をやっぱり見てもらって、コーヒーを入れてみたいなって思ってくれた方に入れてほしいなと思って作った豆なので、ちょっと万人受けするように柔らかい系統の豆から攻めて、ちょっと深くしていって、コーヒーらしいこう深みとかコクとか苦みとかもありつつ、こうきつすぎない柔らかい感じにしたいなと思って作ったので、多分それでいいんだと思います。それです。私が言いたかったのはそれです。本当鋭さがなくて、うんうんうん、優しくコーヒー初心者の私を包み込んでくれるような、うんうんうん、そんなコーヒーですね。よかったです。そんな、豆から作るなんてことができるんですか。そうですね、YouTube やってる中で声かけてくれたお店があったので、京都のお店なんですけど、そこでコラボレーションして味見ながら一つ一つ組み合わせてブレンドコーヒーを作りました。ちょっともう一口いただきます。おいしい。
これはコーヒー好きになりますね。そう言ってもらえると本当嬉しいです。YouTube をやってると、あの人に飲んでもらうことあんまりないんですよ。そっか。コーヒー専門なんですけど、人に飲ませることが家族ぐらいしかめったにないので、あ、嬉しいです。いやー、本当美味しいです。しかもそのカズマックスさんに入れていただいてるから、なんかもう申し訳ないような、ありがたいような、本当美味しいコーヒーです。いやー、ありがとうございます。え、入れ方でも変わりますもんね。あ、そうですね。全然入れ方でコーヒーの味って変わるので。いろんな道具を使ったりとか楽しいですよ。やりません。動画部です。いいんですか、いいんですか。カズマックさんのご指導いただけるなら、うん、ぜひやらせてください。うん、じゃあぜひぜひ。お願いします。本当ですか。私忘れませんよ。はい。いいですか。はい。やった。これは避けてますね。はい。本当に大丈夫ですか？ブラックで。大丈夫です。美味しいです。よかったです。いや、ブラック。田中さんはほぼあんまり何も言ってなかったのが、マックスがすごい辛くないです。美味しいじゃん。